農村伝道神学校は、東京都町田市にある日本キリスト教団の認可神、学校である。正式名称は、鶴川学院農村伝道神学校。特色としては、農村、地方協会に使える伝道者を養成する。また、エキュメニカルな進学教育をし、戦争責任について、沖縄とアジアの人々との対話を重視している。農村伝道神学校の創設者、 アルフレッド・ラッセル・ストーン選挙師は、カナダの農村生まれ、1927年、来日し、1954年、52歳で亡くなるまで27年間選挙師として、働いた。社会的救済とは、個人の救済にかなう、要社会状態を変ずることを意味する。農村伝道神学校は、農村、地方教会に使える伝道者の養成、脳に関わる。 農村という場と農村への選挙を見据えての進学教育。戦争責任を明確にし進学教育。第一、共同性。エキュメニカルな神学校を目指す。修行年限は4年。入学した学生は全員進学基礎コースから履修し、基礎コース終了後専門コースのどちらかを選択する。教会実習、社会実習、農村協会、農村社会、 様々な課題を担うセンターに台湾実習、行事ほか学校礼拝礼拝は週2回校内の礼拝堂で行われている。共同性を養うことは両、台湾玉山新学院と交流。毎年10月に開催されるオープンキャンパス。12月アドベントの礼拝。校内には実習農場、畑、竹林、栗林がある。 ストーン記念館、礼拝堂、食堂、寮、図書館などの施設。鶴川学院が神学校と共に運営する鶴川市音幼稚園。教育課程。学校法人、鶴川学院農村連同心学校。2020年3月3日へずらん。ありがとうございます。